毎日思い出に、はい、TV のイシキンです。こんばんは、2022年10月9日、えー、日曜日の動画日となります、えー。今回もガンダムのお話となるので、はい。えっ、ー、と、今日はですね、2本映画見ちゃいましたね、ガンダム。はい。えっ、ー、と、昨日は、10月8日はですね、一気にですね、あの焼肉を食べた後に、えー ユニコーンガンダムの12話以降を、ね、全部見てですね、えー、見終わりまして、えー、ミネバザービさんとかねあのバナージさんが頑張ってですねいろいろありました、はい。ユニコーンガンダムのね次の話を、えー、と続編をねあの機動戦士ガンダムナラティブとそして、えー、先行のハサウェイをね見ました。今日は映画、どっちも映画で1時間半くらいでね1個ずつ見たんですけどもめちゃくちゃどっちもあのー、面白かったです。はい 1>, えと1個目としてはナラティブの方はですね、えーとまあ、話的にはま、えー、っすぐですねあのミネバザビさんが、えーとその「ラプラスのアコ」っていうねあの 100, 年間も100年間ぐらい地球連邦のお由来さん方とあとその大企業が、えー、と守ってきた呪い,ものの呪いみたいなものになっていたラプラスのアコっていうものの、えー、存在を世界に、えー、ミネバザビさんがね あの発表してでそれからすぐに、えー、の話ですね結構すぐの話で、えー、物語の中心としてはキャラクターとしては誰かというとあのも、ー、うちょっと名前ね、えー、覚えれなかったんですけどもパッドははい、えー、3人がね中心となっているんですねははいい友達というかね元々は えー、同じあのー、なんだろうな施設施設というかねとこに、えー、一緒にいたんですけども、えー、奇跡の子と呼ばれるあのー、3人の、えー、子供というかねまあ映画主人公でですね今回ははいえー、っとその「コロニー都市っていうのがね「えー、ガンダムの世界で」でキーワードとして1個あるんですけども「コロニー落とっていうのは、まあ、地球があってですねそのの地球の えと宇宙石が始まった時に地球の外にね、えー、増えすぎた人口をねこう空宇宙にねどんどん飛ばしていってコロニーっていうのをね宇宙に作っていってそこで、えー、住む人たちがね何十億もできてっていうそういう世界線なんですけどもあのー、その時にあの地球連邦のね地球に残ってるねお偉いさん方地球連邦軍の 方たちが、ね、腐ってるのでどん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 こう地球がね、えー、汚染されてね住める場所では人間が住める場所でなくなっていくということでね、えー、と逆襲のシャーとか、えー、シャーさんとかね、えー、ジオンとかがこういろいろあってですね、えー、時にそのコロニー落としっていうのをや,やりました、はいあのー、なんだっけな確か使ってないコロニー、えー、を、あのー、地球に落としちゃいますということで落としたらねこもうコロニーってすごいもう 超巨大なな物体なのであの地球のどっかに落としてもうすめちゃくちゃもう落ちた多分何百キロとか何千キロはもう全員人を死に回すみたいな感じで、えー、もうめちゃくちゃ本当にあの大変な大変な被害が出たコロニー落としっていうねあの悪魔のような所業だったんですけどもそれをね、えー、コロニー落としを予言したって呼ばれているのがその予言してあのその付近の人たちを、えー、事前に。 えー、避難させて助けたという呼ばれている、えー、奇跡の子っていう3人のね男の子と2人の女の子が中心の物語でしたはいで男の子の方は、まあ、まあ3人ともねなんか強化人間的な感じで施設に入れられて,てですねジ、えー、ターンズとかが戦っている時に、えー、あれしてたんですけどもあのー、結局ねガンダム、えー、ナラティブガンダムっていうのに男の子は乗ってですね、えー、ユニコーンガンダムでユニコーンガンダムの続きなのでユニコーンガンダムの えー、2機出てきたんですよね、ユニコンガンダム。はいえー、とバナージー君が乗ってたやつと、最終的に、えー、なんだっけえっ、ー、と誰だっけあの、かっこいい人、波川さんがこうやってた。えっ、ー、とですね。うんとあ、リリー・マーセナス、ね、さんですね。リリー・マーセナスさんが乗ったですね。期待の名前は、えー、っと、名前がですね、なんだっけ、えーっと やばいどっかに書いてなかったなえあれどっかに書いたはずな,、えー、なんですけどもちょっと忘れちゃいましたねはい、えー、なんちゃらっていうね機体が、えー、ああバンシーかバンシーノルンっていうねあのユニコーンガンダム2体目の黒い、えー、ユニコーンガンダムあったんですけどそちらと、えー、さらにもう1機ね、えー、3機あってですねそれがフェニックス えー、という呼ばれている、あのー、ガンダムでですね、ユニコーンガンダムで、そちらが今回出てきますと、えー、ナラティブが出てきて、そのナラティブガンダムと、えー、フェニックスと、そして、あのー、ネオジオンの袖付き、ユニコーンガンダムで出てきた袖付き部隊の、あのー、生き残りみたいな感じで、ちょっとまた、なんかね、強、え、化、ー、人間のちょっと悲しいあれが出てきたんですけども、そんな感じで戦って、えー、結局ね、あのー、いろいろあってですね、まあ バナージ君もね最後らへん出てきてですねまあちゃんちゃんという感じでしたはいまあ本当になんとにかうんなんかやっぱりこうガンダム宇宙世紀のガンダムの世界は結構強化人間、えー、って呼ばれてるねニ,ニュータイプをね強制的にニュータイプみたいなね人を強制的に生み出そうとするそういう研究、えー、強化人間の、えー、クローンだったりとかねプル,プルツーとかねそういう感じのあったんですけどそういうなんかやっぱり、えー、暗い影を落とすっていうかね、えー、こう自然にね えー、なんて言うんだろうな、こう人間の手に余るような、えー、迷いを潜めたくなるような、そういう研究がね、えー、結局その悲劇をね、連続生んでいくっていう、そういうなんか、あれはやっぱり、あのー、ね、あれだなという感じでした、ちょっと、はい <laughs>、えー。そんな感じのナラティブも、あのー、すごく、まあ、面白かった、じゃあ、面白かったです。はい、でえっと 2つ目としてはね、先行のハサウェイ、こっちですね、やっぱり、こっちがね、えー、っと、さっき調べたらね、3部作で、これからね2部、2部作目をね、2部目をね、今作ってるそうなんですけども、先、え、行、ー、のハサウェイの第1部、えー、見ましたけどもね、めちゃくちゃ、もうね、冒頭の10分、最初の5分、10分からね、ハサウェイのア、えー、僕はノア、ハサウェイのアだということで、えー、っと、そうですね、本当にガンダムシリーズの、えー、ずっと見てる人からしたらね、本当にもう、 大歓迎っっっててていうかねね待ってましたっていう感じのお話です、ね、僕も本当にあのー、最高にテンション上がりました最初の10分からはいえハサベイ・ノアっていうのはねほんとブライト・ノアっていうねあのー、伝説の、えー、キャプテンですね、あのー、今も生きてるんですけどもキャプテンの息子ハサベイ・ノアがね、えー、今回地球連邦に反地球連邦軍みたいな感じで えー、マフティっていうね、えー、リーダーとしてね、えー、実はリーダーとして反政府運動をやりますという感じの3、えー、部作の1部目でですね、もうね、すごいですね、アニメーションが。本当にびっくりしましたね。あの、ユニコーンガンダムの時もね、ダブルゼータとのこの3人びっくりしたんですけども、ユニコーンガンダムからさらにこう、もう2021年に作られた、先行のハウェイえー。ユニコーンガンダムは2016年ぐらいに作られたんで、もう5年ぐらいあってですね、その ハサウェイから、はい、作ら作れたのね、えー、でやっぱ5年の間にさらにまた CG のアニメーション制作技術がね、えー、ここまで発展したかっていう感じでもうねすごいんですよねあのー、もう、えー、ちょっと部屋暗くしてですねあのー、映画館みたいな感じで見てたんですけどテレビではいハサウェイもうね本当に、えー、確かにね話ね、あのー、今までの話を追ってなくてもその映像美っていうかなんか本当に すごい戦闘シーンももちろんだしいやほんなんだろうなすごい,い,いんだよななんかホテルのホテルすごい高いホテルに泊まるんですけどもホテルのシーンとかもそうだし一個一個のなんかあの女の子の動きとかハサウェイの動きとかあのご飯食べるシーンとかもう一つ一つ撮ってもねほんと美しいっていうかもうリアル。 本当に感動しましまた、はい、それだけでもアニメーションだけでも感動したし、あのー、逆襲のシャアの時にね初陣、えー、で、ね、仲間を殺したと、えー、本当はねあの処刑ぐらいされる罪なんですけどもなんとかねお父さんがね、えー、頑張ってくれて助かったようで、えー、そのねなんかあの若々しかったね。 あの無鉄砲だった、えー、少年ハサウェイ君がそこまで成長したっていう姿を見られても本当嬉しかったしあのめちゃくちゃねハサウェイ君かっこよかったしあのヒロインで出てきたねあの新しい句出てきたこのギギ・アンダルシアっていうね上田レイ奈さんがこうやってた、えー、この女性もねめちゃくちゃ魅力的でですねあのいろいろねあのハサウェイ君は昔逆襲のシャンの時に。 えー、ちょっとね、あの思い人がね、えー、シャーの方に、えー、行ってしまってっていうね、過去もあってですね、その女の子と重ねたり重ねる部分もあってね、いろいろあってですね、本当にね、あのー、いやー、すごかったなー、面白かったなー、はい。えー、っと、あとね、今回ね、まあ、主人公格のねケネス・スレック、中佐大佐大、えー、佐かなこのね、諏訪部純一さんが声を当ててる。 このねケネスさんもねめちゃくちゃかっこよかったですね。はいという感じで本当になんかやっぱ映像だけでこれだけ変わるのかっていう感じで本当にちょっと映像のすごさがねすごさの感想しか出てこないんですけどもいやとにかく本当にハサウェイくんがあの動いてるってだけでねハサウェイくん中心のアニメっていうだけでアニメ作品ってだけで本当に僕はもう見ててね鍋をね食いながら2杯鍋食いながら見てたんですけども最高の時間でした本当に。 あのー、ありがとうございますって感じでした。そんな感じで、えー、っと、全然、あのー、大した話ではなかったんですけども、機動戦士ガンダムナラティブと、そして先攻の長谷部をね、えー、ついにここまでたど、えー、り着きましたというお話でした。そんな感じで、えー、これから、この後はですね、まあ、なんだろうな、えー、ガンダムエイジを見たりとか、あと、なんだろうまだ1年戦争の、えー、ところで見てないやつがですね、一応、 えー、F91 とか0083、ス、え、ター、えーえー、ダストメモリーとかね、そこら辺があるので、そこはねちょっと、えー、見たいなと思ってます。そんな感じで、えー、引き続き10月は、えー、引き続きアニメ、えー、とガンダムをねコミットしていきたいなと思ってます。そんな感じでありがとうございました。バイバイ。